さん、ちょっとお手本見せてもらいましょう。ここに入れて、持っていくら、自分が持っていく。そんな強くないんですけど。どうする、聞いてますか？ほとんど強くないんですけど。ね、揺れてるだけでダンスが入るっていうね。うん、そうそうそう、いいですね、これね、これ使えますよね。ただ自分が持っていくの、あとその揺れを調整すればね、どんだけで待つ変えれますよね。そうそうそう、マックスだとどのぐらい、こっちをこっちをこうやって変えていけばいいだけのことで、そう、別に普通にもうほんとちょっとでいいですよね。そうそうそう、あ、これは効きますよ、気持ちいいですよ、あとちょっと角度変えてあげればね、肩甲骨の内側にもこうビーって入れれますしね。うん、素晴らしい。そんなに上の方効きますけどね。少量経験のあたりどうでした？大丈夫じゃん、酒だけど。上骨筋とか、いいですね、ありがとうございます。じゃあちょっとやってみましょうか。回ってるんですか？大丈夫大丈夫。結構ギーちゃん手冷たいな。手冷たいの、冷えてるのかな。じゃあこの角じゃなくて、ここの両肩筋のこのそうそうそう、手を入れると出るかもね。ここに当てて、自分が前後にこうやって乗ってくるわけ。足が上がってる。足が上がってる。そう。うん、当てなきゃ。ゆっくり乗ってく。手の結びに合わせて腕を置く。乗ってく。痛そう。そうそう。痛いって痛い言ってますけど、医者骨乗せていく、中等じゃなくて医者骨合わせて乗せていく、前行く、戻る、そう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 、中等当てると痛いからね、そうそう、医者骨、面と点の間のミドルのところを合わせていくような感じだね。え、どう？うん、ならないから、聞けないのかな。その人なりによってここ変わるだけで。うん、あと角度とね。うん、ね、そうそうそう。その角度とかが、角度と方向が変わるだけで。いいじゃないですか。そうそうそう。前行く、戻る。うん、手コロコロ動かさない。手首を変えさ、感じです。そうそうそう。あ、でもいい感じじゃないですか。そう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 。そうそうそう。大丈夫大丈夫、怖い怖い。はい、ありがとうございます。ライラ様のご指導の賜物です。